こんばんばは、紗代ですえっ、ー、とブログ更新したんですけど、えー、年商5億年商5億円の社長のスケジュール帳というタイトルでブログ書きまして、えー、とスケジュール帳公開しましたいかがでしたか結構真っ白系 <laughs> 6月と、今年のね、6月と7月の分を出したんですけど、あのー、6月はいい感じ。7月のやつはあれです結構忙しいなって思った感じ。だから結局真っ白を目指してんですよ。もう手帳いらないぐらい。だからピーが言った、その、頭で覚えられない予定は必要のない予定をね、ずーっと、 8年、8年、7年実行してきてあれですから、でも目指すところはそこだなと思って、今もし皆さんの中でスケジュール帳がいっぱいだったとしても、目指すところをね、あの、定めてほしいなと思いました。あの、スケジュール帳が、スケジュール帳が、に予定がいっぱい入ってると、あの、 自分本来の予定っていうのをキャンセルしてることになるんですね。魂の予定をキャンセルしてることになるんです。だから空白っていうのも大事な予定なんですよ。あれだけスケジュール帳が真っ白で何やってんのってほぼブログ書いてましたね。はは。で、野菜外に行って撮ってくるとか、いきなりの訪問者がいるとか、うん。 でもほんとスケジュール帳が白くなればなるほどほんとにインスピレーションに従うしかなくなるんであのー、その時の予定っーもんが立ちやすくなるんですねその時その時で家計簿つけるぐらいだったらあの会社の会計した方良くないってうん体力をどこにあのフォーカスするかになってきますよねであととやることリスト であるじゃん to do l i s あれもつけてチェック入れてくじゃんそうすると次またやらなきゃいけないことが増えるんですよなんかのメカニズムなんですよ <laughs> なんかの法則なんですよすっげー私だらだら時間かけてえっ、ー、とーなんかあれやなきゃこれやらなきゃ次時間かけてだらだらやってる <laughs> あこれもやろうとしてたんだあれもやろうとしてたんだとかって思って忘れちゃうんですけどまあそれこそ忘れるものはいらないってことですよね時間割りついてるやつはなんかー終えるよ用かなって感じで,でその癖をつけちゃってると自分ビジネスやった時にやっぱ無駄に予定入れちゃうんだよね空白が寂しいから。 私は空白だとイエーイって思うけどね。体重管理とか。今日私さ、雪見大福結局6個食っちゃった。<laughs> 食欲止まらない。<laughs> 食べたい時は自分に食べさせてあげてます。あ、それでですね、なんで、その、時間お金に関して時間管理をするのかっていう、その数字の管理ね。体重も同じくよ。あれやっぱね、 本当にこれ潜在的なことで無自覚のことなんですけど、やっぱタイムイズマネーなんですよね。既存のビジネス論が時間の価値、時間はお金って言ってるんです。それだから、あの、うちらの中にはさ、少なからず深いところにね、お金稼ぐには時間を使わないといけないっていう考え方があるんですよ。だけど自分ビジネスって体がお金なんですよ。体がお金。だから時間の管理すればするほど、 体の充実度、心の充実度が減ってく。それは支給メソッドです。それは、お金は支給が引き寄せるにも書いてあります。時間をお金にするのは、あの、なんか、すごくエリートな考え方で、体はお金って、体の喜びはお金なんですよね。体の苦労がお金なんではなく。ただって時間はお金って考えてる人こそ、体の苦労がお金だと思ってんですよ。 これ不思議なんですけど、いえ、違いますよって。体の喜びをお金にしていくことで時間を短縮できるんですよ。びっくりするぐらい。ビュンって。時給って、時給1万円ぐらいがまあまあリアルに考えて高い方じゃんだけどさ、時給何百万とか何千万とかってあり得る世界なんだっていうのを知ったのは、 やっぱ時間イコールお金っていう概念を手放したからだよね。手放したというより体を優先させたんですよ。それこそ自分の幸せを優先するっていう意味なんですよ。時給850円だって。なんか850円の人たちに、その1000円以下で働いてる人たちが世の中にたくさんいるから安心してるけど、あの、いや、最低時給って5000円からだなって思ってますよ。これはこの前も言いましたけど、 私時給一千万以上ありますね、今。経験として。あ、自分の体をどうやってお金にするのっていうコメントがあるんですけど、自分の体を喜ばせることがお金になるんですよ。だから仕事してる時に自分の体の喜びを優先するんですよ。だけどみんな心の楽を選んでしまうんですよ。波風立てないようにって。 そして、自分が直感とかもですね、思ったことが、それが、あの、最高の、えー、アイディアなんですよ。で、それを実践しないでしょ自分、それって自分の体の中で起きていることじゃん直感とか、わって思ったこと、ふと思ったことって。体の中で起きていることじゃんそれを選ばないよねで、私は、その、体全体の中での、その、一細胞のね、細胞な、何兆あるって言ったっけ 70兆、60兆あるって言ったっけそれ人口だっけ忘れたんですけど、超あるよねで、その中でさ、1個の細胞でもう不快だったらもう嫌なの。で、それを私潔癖症って言ってんの。そこら辺メリハリつけれない人いたくさんいるでしょ人に対する不快だとかもいっぱい持ってるくせに、なんか別に嫌われたくないからとか、別に波て立てたくないからってその場のさ、 あの、空気読んでさ、適当にあしらってさ、って、その適当さが自分に対する適当さなんですよ。直感が来て体が重くて心発力ないときはっていうコメントあるけど、そのときは逃すときもありますよ、私。ああ、みたいな。<laughs> でも無駄に疲れさせてるってことですからね。 動けなかったっていう時は、あ、なんか余計なこと私やって今疲れてるみたいな。だからこそ、いつま、いつ、あの直感通りに動けるようにいつでもね、体、労働してちゃダメじゃねとか思ってんだよね。でその、不潔な環境度合いが、その、お金の循環を阻害するんですよで。お金だって気持ちよく回りたいですよ。 毎日お昼寝ないとダメだと知りましたっていうコメントあるけど、いや、私も午前中に起きたら昼寝しないと無理だな。夜まで起きてられないな。今、旦那といるの全細胞が不快ですっていうコメントはありますけど、じゃあ離れたらっていうことになるじゃん。<laughs> これ、これ、私の考え方よ。そっから仲良くするのが、あの、夫婦よとか、そっから立て直すのが夫婦よとか、 あまあそういういろいろな考えあるけど、私もバスって言っちゃう。あ、不快無理みたいな。え、結局私の邪魔をしてくる人は全員敵なんですよね、私からしてみたら。それは子供であろうが旦那であろうがです。そうくらいもう、最初はこういう考え方に対して自分はすごく罪悪感を持ってきたけれども、それでもやっぱ進んでみたら、やっぱその先に天国はありましたけどね。 で、それをヤギサヤちゃんだからできるんだよとかヤギサヤちゃんの真似してもヤギサヤちゃんになれないとかっていうのは本当にナンセンスで本当になんか普通にそういうことを聞いた時にねあのじゃあ私だったら何ができるんだろうって普通に考えるのが健全なのねもうさそのヤギサヤと自分の間にものすごく距離を感じてる人なのね つまりそれって自分に寄り添ってない人が言うセリフなんですよ。ヤギさん、ヤギサちゃんの真似してもヤギサレちゃんになれないからって。すねえじゃん。まずさ、真似するとか真似しないとかっていう思考が自分の中にあるっていうことはさ、何もやることやってないから出てくる思考なんだよ、それ。売れてる人はどういう写真の撮り方してんのかなとか、売れてる人はどういうブログを書いてるのかなっていう観察をする、えー、心っていうのは素直じゃないと持てませんから、 取り入れようみたいな。この人がやってること、言ってることを取り入れようみたいな感じで、スー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 ってきた。可愛いんですよ、素直な人は。あ、いいね。ブログ書いてる途中にすねに気づくこと多いっていうコメントあるけど、いいね。いいね。それモテ始めると思う。そうだね。すねてることが悪いんじゃなくて自分で気づこうよっていう話で、いつまでもやっぱ気づけないと本当に妖怪化するよって。 じゃあ人のせいにしてないつもりだけど、やっぱりこう、人のせいにしてんだよ。すねってなくなることがないんですよ。だから自分で気づいていくしかなくって、大事なあなたの一部ですからね。だからこそちゃんと見ないといけないのよ。現実が、拡大するときってやっぱ怒りだもんね。この野郎とか思って、 普通だったら出れなかった一歩がドンって踏み出せるんだよね。だからそういうことだよね。最初に話を戻すけど、体はお金ですよって体の中で感じる感情じゃない。で、感情のままに私こう動いてますから。 だけど自分ビジネスって自分の環境を作ることからのスタートだから感情通りに動いてもそれはもう神様からの強烈な指示なわけですよ。ねあ。怒りの感情を押さえつけてしまうっていうコメントあるんですけどどういう時に怒りの感情出んのかなとかさ 夫婦生活、まあ、家族で住んでたりね、会社に勤めてたりしたら、結構怒るの我慢しちゃうんだけど、そもそもなんで怒るのって言ったら、その環境に違う、違うからだよねって思うんだよね、私。なんでその不自由な環境に慣れてしまうことを許しちゃ、許しちゃうのって思って。自由になってから今の方が、今の環境がいいんだったら、自由になってから戻ってくればいいじゃん。それをやってみないで、 あの、仕方ないで済ませて欲しくないなって思って何のために生きてきたのって、みんなと同じく生きるためではないよね。みんな我慢してんだからっていう言葉に甘えてるよね。自分だけね、あの違うところに行こうとしたらものすごい孤独だし、やっぱ足引っ張られるんですよ。一番のアンチは身内ですからね。あ、そうそう、事後報告にしてる意見されるのが、 わかってるからっていうコメントありますけど、事後報告最高だよ。事後報告。何々してもいいっていう、な、なんで自分の生き方を他人に許可取るのと思ってすげえ不思議なんですけど、もうそれもう雇われ根性だよね。上司に許可を得るとか。ただ私、産む前に、あ、自分子育て苦手だなっていうのは分かってたよ。分かったの。 直前で気づいたんです。それまで、私が家事子育て全部するから、収入の高い男の人と結婚したいと思ってたんだけど、なんかね、本当にある日突然だったの。はっと思って、いや、私が稼ぐから、家事育児誰かやってほしいとか思ってたの。親になっても自分自身でやりたいって、願ったもん、私。ちゃんとそのようにしてきても、これは私か私じゃないのかみたいな、ローランドみたいなね。 この選択は私なのかとか、この考えは私なのかっていうのを常に常に自分に問い合わせてきたから、自分のままで今結婚生活を送ったら、あの、今みたいになった。うん。褒めてくれないと許さないけど、褒めてくれても喜ばないよっていう。